はい、皆さんこんにちはでございます。今日もジョジョ DR やっていきましょうということで、すごく久々になるかなと思いますが、はい、昨日アップデートがありましたので、そちらの方の紹介を少しと、あとガチャが来てるので多分皆さん一番見たいかなと思います、私の爆死を、まあ、そちらの方もねやっていこうと思います。はい、よろしくお願いしますということで、まあ、アップデートについてはですね、まあ、ちょっとだけ、ほんとかいつまんでお話しさせていただきます。まず、星6のキャラクターが追加されたみたいです。どのキャラが何個追加されたっていうのは、詳しくは調べてないんですが、ペットショップとかが確かできるようになったのかな、星6とかに。できるので、お手持ちの、キャラクターをぜひ見てみてください。もしかしたら自分の持っているキャラクターも星6になるかもしれません。はい。あともう一つ大きいところで言えば、ボイス追加が出ました。追加されたキャラクターはグレーフライ、ボインゴ、トニオ、辻彩、ズイズイでワンちゃんという、多分この1,2,3,4,5,6 かなと思います。でワンちゃんについてはディオの声もプラスされているそうなので、持っている方はぜひぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。自分もワンちゃんを持っているのでね、まあ、今回のタウンイベントはワンちゃんで集会しようかなとか思ったりなんだりラジバンダリーでございますが、はい、ということでですね、次はそう、もうおしまい。はい、次ガチャいきます。はい、ガチャも今回ちょっとパターンが変わっておりますね。見ていきましょうということで、同じようなガチャが左右にあると思いますが、これはですね、左側が無償ガチャ、右側が優勝ガチャということで、じゃ優勝ガチャと無償ガチャ何が違うのかというと、まあ、軽くお話しさせていただこうかなと思います。ですね、まず無償の方なんですが、ピックアップにアブドゥルとディオ、一部のこれ星6ですねが追加が出てきます。シングルでも出てくるし、10連でも出てくるんですが、確率は 0.1% となりますので、皆さんの持ち運というか、運で、ぜひぜひ当ててみてください。で、優勝の方なんですけど、これは何が違うかと言いますと、5回目で、カウントアップガチャなので、まあ、4回目からかな。4回目の10連目で、星、5が1体確定になります。で、今回は1回目からおまけで、レインボーが10個。で、2回目でレインボートロフィーが20個つくそうです。はい。でですね、5回目でアブドゥルとディオがピックアップで出るんですが、確率がちょっとだけ上がります。ほんの気持ち上がるので、見てみましょうか。ここの5回目になるんですが、5回目になる 0.2% になります。まあ絶対これ星5が1体確定の状態なんですが、その中でも 0.2% になります。あとの48種類の星5が出てくるんですが、それが大体 14% とか、ピックアップされているペットショップとか、ユカコとか、ツェッペリさんが、と、あ、クジョジョ太郎。ここら辺が 14% で、あと 0.9。で、気持ち、0.9 より低いのか。0.2% だけ出るよーっていうことなので、まあ、無償、優勝。優勝の方が若干確率はいいよということでございます。皆さんはどちらを引かれますかね。まあ、星5も当たるし、優勝でもいいんじゃないかっていう人、お金持ちというか、ダイヤ持ちの人は、優勝でもいいんじゃないっていうのもありだし、まあまあ、でも別に引くほどでもねえなと思えば、無償でいいんじゃないかなと、次のガチャに貯めておくっていうのもいいんではないかなと思います。個人的には、そんなに、その、カウントアップガチャで星6が絶対当たるっていうわけではないので、私はもともとあんまりお金を使うタイプじゃないので、このゲームに、はい、なので私は無償でいこうかなと思いますので、まあ皆さん好きな方を選んでもらったらいいかなと思います。
はい、ということでこんな感じでどうでしょうか。今日めっちゃ真面目なんですよ。花粉でね、鼻が詰まっていて本当にボケる元気がないというかはい、ということで今日はタウンイベントのガチャなので先にこっちを引きましょうか。復活の魔術師のピックアップでございます。それではこっちから引いていきましょう。まあね、もちろんタウンイベント専用のマインドが欲しいですが、どうでしょうか。レイヤー、これはちょっと出ない感じがするけど大丈夫か。まあどうなんでしょうね。今回はまあアブデルがピックアップということで、星6のアブデル、アブデル実は星5も持ってないんですよね。なのでめちゃめちゃ欲しいなとは思うんですが、でこれ残しておきたいんですよね。今54枚あるんで、スタチュー10連引きたいところなんですが、ちょっとマインドの方を10連引いて、まあ、タウンに貢献しようかなと思います。で、サンドイッチも今回4個ぐらいしかないので、おアブズルが2人に向いちまっとるぜ。イベントのか、うん、OK、ボーナス。なんで、ちょっと今回は、もう、チケットのみでいこうかなと思います。で、こっちのマインドの方にちょっと力をかけて、で、残りの余ったダイヤ20枚ぐらいかな。20枚ぐらいを、まあ、周回用として使おうかなと思いますね。サンドイッチが全然溜まってないんですよね。強敵襲来をすれば、サンドイッチがすごく溜まるそうなのですが、ね、生放送でやりたいなと思っていたので、全然溜まってないんですよね。はい、ということで、あっという間にあと1個なんですが、今のところ、2枚しか溜まってませんね。これちょっとやばいな。10連しないといけない。OK、カモン。OK、3枚。アブドゥルが6体になりました。はい、では皆さん、お待ちかねの方ですね。ガチャの方、行ってみましょう。でですね、これ、多分、10連ガチャ持ってんじゃないか。持ってないか。お、10連ガチャ1個と、チケット1枚持ってますので、17回引けますね。出るんじゃないこれ。行きましょうか。え、出たらどうしよう。あ、星6のね、見たいんですよね。ワンチャンないか。ちょっと幸先いいね。今日一発目から幸先いいよ。お、持ってないメッシーな。ラッキー。メッシール。幸先いいですね。で、次、星6が来る。で、もう一回星6が来る。2個来ないかな。0.1パー。0.1パーって無理じゃね ?0.1パーって。え、0.1パーって無理じゃん。奇跡でも起こんないと。うわぁ。見たいなぁ。なんか青く光るらしいんですよね、星6は。くそー、出るかな。最近ちょっとジョジョディアルの動画出してないから、ちょっとバチが当たるかもしれないけど。あ、出ない。星5だったら誰が欲しいかな。でもまあアブドゥルさんもね、星5持ってないんだ。星5のアブドゥルさんでも面白いんじゃないかなと思うんですけど、出るのか知んないけどね、星5のアブデルさんは。まあよく聞かれるんですよね、何の他に何のキャラ欲しいですかって言われた時に、なんかまだすごく今星5のキャラも増えてきたんですが、なかなか育てれてないっていうところもあるので、育てたいんだけどね。まあ奥安は欲しいよね、やっぱり奥安は強いし、シゲチも欲しい、5欲しいし、まあいろいろ欲しいの、全部欲しいよ、そりゃ、もちろん。で、みんなにドヤーってやりたいんだけど、これ星6出たら気持ちいいだろうな、出ないかな。青く光らねえかな、石光らないかな。来い。3人。銀。よし、これでレインボーになってもおかしくない。おかしい。いや、レイン金だろうな。
もう分かってきたな、分かってきたな。ここからレインボーってなかなかあるのかな、2段階飛ばすのってあるのかな。シルバーチャリオット、分かった、お前じゃない、お呼びでないんだ、お前は今回は違うんだ、お前じゃない。ポルダリフも欲しいな全部欲しくなってくる。まあまあまあ10連あるんで、あーやばい、あと2枚しかない。まあ17回で 0.1 波が引けるかって言ったらすごい難しい話だよね。でも星5一体でもいいな、来ないかな。あーアブドゥルの3、星が2個足りないんです、3個足りないわ無理か。なんか 0.1 波って聞くとなんかもう期待もできないよね、うん。まあ、かろうじて星5が出てきた時の夜背景で一回変わればいいなっていうぐらいの、うん、まずそこからだよね。レインボーが出てからちょっとまた拝まないといけないっていうところがあるから無謀だよね。もうここら辺じゃもう希望ないもんね、これじゃアブドゥルー、これアブドゥル3点たまったら6になんないから欲しいわ。はい、ということでもうあっという間に7回終わりました。まあもちろんね 0.1% じゃそんなの出ませんが、しかし私10連ガチャ持っているのでありますよ。いやいやいや、ないと思ってるでしょ。いやいやいや、もう君たちと次元が違うから、もう、はい、行きます。頼む頼む頼む、ガチャ、頼むお願いします。星52体でいい。夜夜、せめて夜、かろうじて夜。あー、レインボー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 、あー、うってことは金が2個ってことかな。1個目の金、さあこれは4以上でしょう。4以上確定の。お、持ってない。アシストか。こいちくん持ってなかったんだ。あ、これ、押したらスキップになるんだっけ？押さないようにしないと。あー、でも銀だなー。あと1個金があるのかな。あと1個金。うわぁ。ストロハイムもね、欲しい。ストロハイムはあれか。タウン限定だったっけ。うわぁ、爆死っぽいなぁ、これ。うわぁ。うわぁ。金が1個あるはず。頼む。もう石ころやんけ。うん銀からさ、銀のさ、銀からもうそのまま星5とか出ないかな。頼む、星5にならない、ならない。アブドゥル3体目星6になる。うわー、あれずっと銀、はぁ、出ないな。あー、ジョータローもいいね。ジョータローのスタンダードの星を持ってないんだけどね。あれずっと銀なんだけど、もしかして最初の金、え最初の金だった、あれもしかして。ゼッペリン、お前じゃない、お前もう持ってるんだ星5は。あ、これもうお通夜ですね。ナイスわ、うん、終わった。まあまあ光一くんが出たしね、光一くんが出たからね、まあまあまあいいんじゃない。もう期待はしてない全部石ころ。来い。ベイーン。ああ、終わった。うわー、やってしまいました。うわ、引きたいな、もう10連。だけど、まあ、タウンイベントのために残しておかないといけないので、今回はちょっと我慢しましょうということで、
見事爆死でございますけども、まあ、広瀬浩一君のアシストを持っていなかったので、あとメッシーナもアシストを持ってなかったので、まあまあまあ、よしとするか、よしとするのか、これは。しょうがないよね。また貯めてですね、まだちょっと曜日の期間があるので、貯めて10連引いてみようかなと思いますので、まあ、今回間に合えばね、また10連引いて、かも一気に貯めて、次の降臨で当てるかって、まあ、でアブドゥル・ディオじゃなくても星6欲しいなと思いますので、来ねえかな。はい、ということでご視聴ありがとうございます。皆さんは当たりましたでしょうか。ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いします。ウリさんのガチャ動画もうまた見たいなと思う方はぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。